今日のテーマは死を意識した今考えること。早速この方をお迎えしました。フリーアナウンサーの大塚紀一さんです。どうもこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大塚さんどうですか。この間会ったばっかり。そうなんですよ。この前ごちそうになっちゃったもうね、つい先日それで、本当に事務所がすぐそばだったことも分かって。そうですよ。僕は恵比寿でしょ、はい、で、すぐ近いんです。もうずっと、もう20年ぐらいですかね。そうなん、なんで今更分かったんだろうっていう感じなんですけどね。ずっとね、日本、フジテレビの番組で、大塚さんが、ね、司会して、僕はそれこそコメンテーターで出てた頃からね、ずっと一緒なんで。長いお付き合いで。そうなんですよ。すごかったですよね、僕とね、テリーさんと、猪瀬さん。猪瀬さんがあの通りわがままでしょ。いや本当にわがままでしたよね。ねえ、ですちゃいけない。いや、そう。司会者の立場で。それで、ほら、向こう行けとかね、ちょっともっと、台本がもっと遅いんだよとかね、いろいろ結構僕言ってましたよね。テリーさんは毎週土曜日朝9時頃からでしたっけ、打ち合わせにいらっしゃるんですけども、猪瀬さん来ませんもんね。そうだったんですか。僕はちゃんとしてるんですよ。テレビマンだから、ルールなんですけども。ね、もうそんなこと今日よろしくお願いします。